ケーレブヘイニーテキサス州ダラス出身の元、アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは、クォーターバック。コロラド州立大学から2008年4月28日、ドラフト外フリーエージェントで、シカゴベアーズと契約、この年の53人の最終ロースターにも残った。2009年10月25日のシンシナティベンガルズ戦において、大量リードされた。 終盤初出場し、パス2本中1本成功、2ヤードを獲得した。12月20日のボルチモア・レイブンズ戦でも途中出場し、パス5本中2本成功、8ヤードを獲得したが、ドミニック・ホックスワースにインターセプトされた。2010年10月3日のニューヨーク・ジャイアンツ戦で、先発のジェイカトラーが脳震盪を起こし、2番手 9B のトット・コリンズが肩を、 負傷して、共に退場したため、出番を得た。この試合で彼は4本のパス中3本を、成功、36ヤードを獲得したがチームは、シーズン初の黒星を起死した。翌週10月10日のカロライナ・パンサーズ戦では、カトラーは、前の試合で起こした、脳震盪のため欠場し、コリンズが先発したが4インターセプトを起死し、ヘイニーは、第3球から、 途中出場し3本中2本のパスを成功19ヤードを獲得。この試合はマットフォルテの頑張りにより23から6で勝利した。この年チームは地区優勝を果たした。グリーンウェイパッカーズとの NFC チャンピオンシップゲームでカトラー・コリンズが怪我で退場し、第3級残り57秒から出場し、最初の攻撃シリーズを チェスター・テイラーの1ヤードの TD ランに結びつけたが、その後、相手のオーズ・タックルの BJ ラジにインターセプトされ18ヤードのリターンタッチダウンを許し7から21とリードされた。その後、残り1分21秒で、アール・ベネットへの35ヤードのタッチダウンパスを決めたが、残り47秒で、サムシールズにインターセプトされ14から21で、試合に敗れた。 この試合で彼はパス20本中13本成功、153ヤード、1タッチダウン、2インターセプトの成績だった。2011年7月、彼はチームと1年120万ドルで契約を結んだ。第11週にエース 9B のカトラーが右手親指を骨折し長期欠場することとなったため、それまでレギュラーシーズンでは6試合で途中出場しただけの彼が 第十二週のオークランドレーダース戦で初先発し、パス三十六回中十八回成功、二百五十四ヤードを獲得にタッチダウンを上げたが三インターセプトを喫し敗れた。第十五週のシアトルシーホークス戦では途中交代を命じられた。カトラーが欠場するまで七勝三敗とプレーオフ争いをしていたチームは彼が先発となってから四連敗、最後の二試合は、 ジョシュマカウンにポジションを奪われた。この年彼は4試合の先発出場を含む6試合で613ヤード、3td,qint に終わった。シーズン終了とともに、ベアーズとの契約が切れたが、ベアーズは契約延長をせず、フリーエージェントとなった。2012年3月24日、デンバーブロンコスと契約を結んだ。開幕直前の9月8日、 ブロンコスから解雇されたが、9月11日に、ブロンコスと再契約を結んだ。第 3QB の彼は、レギュラーシーズンで、試合出場することはなく、2013年3月、ブロンコスから解雇された。2013年4月16日、ボルチモア・レイブンズと1年契約を結び、タイロット・テイラーと共に、エース QB、ジョー・フラッコの控えの座を争うこととなった。 8月30日、レイブンズから解雇された。12月3日、ジェイソン・キャンベル、ブランドン・ウィーデンが共に脳震盪を起こし、出場が危ぶまれたクリーブランド・ブラウンズと契約したが、12月10日、解雇された。ありがとうございます。